皆さんこんにちは。サークル音楽教室声楽講師の杉浦のぞみです。イエーイ。こんにちは。今日は母音についての、体験レッスンみたいなことをやってみたいと思うんですけれども、皆さん普段話すときにあいうえおってありますけれども、まあ特に意識されずにね、お話しされてると思うんですよね。で、お歌を歌う時も日本語の歌になるともちろんあいうえお出てきますよね。まあいろいろ書きくけこさしすせそ全部ありますけれども、すべて の言葉にはちゃんと母音がついていて、あいうえおこの5つからなっていますね。で、まあ普通にね歌ってる時皆さんあまり意識されてないと思うんですけれども、実はこのあいうえおがねちゃんとできてない方結構たくさんいらっしゃいます。で、特にねいとかねうとかいう母音はねなかなか難しくって、いとかいとかいとかうにしたらいとかねおーとかなる人がね結構たくさんいるんですよね。で、まあ、歌ってる時ご本人はね多分あんまり気づかれないと思うんですけども、聞いてる人にはね結構ね母音がおかしいとね、あれなんか言葉が聞こえにくいなとかおかしいなとか思うことが多いんですね。で、やっぱり声楽のレッスンを受けていただく方にはいつもその母音の練習もしていただくんですけれども、まあ実際これはどなたかにね聞いていただかないとなかなかご自分では分かりにくいっていうのがあるので、まあね、ね、いつもの感じで歌ってたら自分はやっぱりできてるじゃんって思うと思うんですけども、意外とできてないことが多いので、今日は、なおくんに試しにあいうえを言ってもらおうと思います。はい、ではどうぞ。お願いします。すいません、よろしくお願いいたします。お願いします。できるかな、できるかな。はい、ですね、まあそしたらちょっと、はい、音つけながら行ってみたいと思うんですけれども、はい、あいうえおっていうのはねちょっと難しいので、はい、いえあおうの順番で行ってみましょうか。わかります？いえあおう。はい、これでいきます。承知しました。はい、不自然ですね。もう一回ちょっと言ってみましょうか。はい、します。いつも通りに言ってくださいね。はい。はい。いいえあおう。はい。はい。いつも通り、今いつも通りですか？いつも通りです。ね、おかしいですか？はい、きっとね、ちょっとね、歌うっていうことを意識しすぎて、いいえあおうみたいになっちゃってるんですけれども、いいえあおう、まあ薄い声にはならなくてもいいんですけれども、はい、うん、で